皆さん、ヤッホーリクチャンネルのロミです。今日はついにロミ、明日から専門学校2年生になります。もう早くない？1年経つの。もうつい最近高校卒業して入学したと思ったらもう2年生、まあ、無事にね、歩行とかもなく進級できるということで、昨日ね、この動画でいきなり1万円で筆箱を買ったんですよ。新しい2年生用の、まあ、ずっと前からもう新しいのにしたいなと思ってて、なので今回ロミの2年生から使う新しい筆箱と文房具を紹介しちゃいます。それではスタート。 For the first time in ages I wake up and don't hate it I guess I've found some peace。はい、でこの今まで使ってた筆箱がちいかわのね、この筆箱なんだけど、詳しく見たい方は前のね動画見てください。筆箱紹介の、まあずっと使ってちょっと使いづらかったの。これが2個あるじゃん、表と裏でさ、チャックが。で、ノボルペン取ろうと思って、あれこっちじゃない、こっちだみたいな、これが本当に嫌で、急いでもう書きたい時にあれこっちかみたいな、本当にそれが嫌だったから、見た目はすごい可愛いの、ちいかわ大好きだし、でもやっぱりちょっと使い勝手がロミはね悪かったので、今回ねもう新しい筆箱を買うことに決めました。で、まあ区切りですね、もう2年生になるしちょうどいいなと思ったし、で今回ロミが選んだ筆箱、でるるるるるじゃん、口パッチの筆箱、めっちゃ可愛くない？たまごっちの口パッチ。じゃあちょっとこれ細かく中身も紹介しちゃいますね。はい、こんな感じの口パッチの顔になってる筆箱。ビレ版いろいろあるじゃん、ちいかわとかおパンチウサギとかいろんなキャラクターものがあるから、もうビレ版で買うのは決めてたんですよ。でビレ版入って、なんかたまごっちコーナーってかわいいなと思って、これを見つけて、これにしようと思って、一目惚れ、マジガチの一目惚れした。いつもだったら、どれにしようどれにしようどれにしようって迷ってんだけど、これは一目惚れでもうすぐ決まった。2000円だったんだけど、もうめちゃくちゃ可愛くて、モコモコのね、筆箱 で中身がポンって一個もないのでもね、一目惚れしちゃったから、もうポケットはなくてもいいと思って、一応これに決めて中身見たんだけど、ポケットないと思って、まあいいやと思って買っちゃいました。ね、これしかなかったの、ラス1。なんかたまごっちコーナーあって、いろんなね筆箱置いてありそうなね空間があったんだけど、残り1個だったから、だから人気なのかなと思って、2068円ですね。前のこの筆箱もそんくらいだったかな。で前のはこんな感じ、ちいかわの、ちいかわ狙いで来たの。そしたらたまごっち買っちゃった。で前はほらこうやって表と後ろでこんな感じね、これが使いづらかったんだよね、本当に急いでる時とかめっちゃイライラしちゃったもん。じゃあちょっと中身出します。で大きさはね結構いっぱい入りそうなの、こっちで。もちろんね、このおじゃまじょドレミのキーホルダーは次の口パッチにもつけます。もうこれ高校の時からもうずっと一緒、これ高2とかそんくらいからずっと、新しい筆箱にしてもこれは絶対ねつけてるから、よし、オッケー、筆箱に、はい、ストラップつけました。こんな感じ、可愛いでしょ、おじゃまじょドレミのタップケース。よし、じゃあ筆箱を入れ替えていくんだけど、そう、1万円、いきなり1万円の動画で買った新しい文房具、これもね追加して入れます。ボールペンとマーカー、ちいかわです、どっちも可愛いです、めっちゃ。でこれもうメモ帳もね、文房具2年生が明日から使います。でマッキーペンでしょ。でこれが今までね入れてた文房具たちで、この2個、これがもうカスカスになっちゃって、インクなくなって、なのでこれはもうお別れします。で新しいマイルドライナーはちいかわです。8割ちいかわうさぎ色マイルドライナー1本だけ買いました。いっぱい買っても1色しか使わないから黄色だけにしときました。ボールペンもねもう1本買っといたから、これさ 0.4 なんだけどさ、書き心地どうだろう。ちょっと細くなったくらい、めっちゃ書きやすい、よかった。じゃあまずはボールペンはこの3色。そうだ、思い出した、ロミ新学期用にもう1本ボールペンをインターネットで買ってたの。じゃん、うさぎの、耳がぴょこぴょこ動くボールペン、これね、ちいかわマーケットっていうネットで買って600円くらいだったかな、多分。上がザリガニのね、耳になってて、赤と黒のボールペンだから愛用します。書き心地はどうだろう、 0.5 かなこれ。普通のボールペンです、全然 OK。 よし、ボールペンはめっちゃ使うから、ボールペンは4本ですね、全部で入れて OK。で次はシャーペンは、これも全然学校で使わないんで、これも家で使うようにしようかな。これ無印のボールペン 0.3 かな多分ね。でボールペンは
この2本ドクターグリップの 0.3 のシャーペンです。こっちは最近買ったやつなんだけど、こっちはこれも高校から使ってますね。で、あとはマーカーは1本で、あと定規写真、これ無印のやつ、写真はいつも HB です。ビレバンに17センチ定規が売ってたの、ちいかわの。めっちゃ可愛くて200円くらいだったし買おうかなと思ってこう撮ったら入んなかったんですよ、17センチだから。なんか定規はまあいつものね、無印ので我慢します。で、マッキーペン、マッキーペンもめっちゃ使うよ学校で。ハサミ、ハサミまあちょこちょこ使うかな。で、あとはホチキス、テープのり、修正テープです。これもまあちょこちょこ使うくらいで、あとはじゃん、消しゴムです。一応2個ね、あのモノの消しゴム、チーカーと普通のやつね。で、最後は付箋と、これがメモかける付箋ですね、チーカーの。これ大きめだから入るか心配だったけど全然入る、よかった。で、あ、結構さ、ほらこんだけ入れても全然ね余裕あるから、よかったこれ買って。でもね、1個心配なのはこの筆箱ちょっと中が汚くなるタイプなんですよ、わかる？あの絶対に消しゴムとかちゃんと綺麗にしとかないと黒くなっちゃったりしそうなタイプなんで気をつけたいと思います。まあ、気をつけるって言ってもどうせロメには無理ですね、どうせ汚くなってるから。はい、これで2年生用の新しい筆箱完成しました。中身もよかった、もうこれでね、あのウキウキしながら2年生になりたいと思います。はい、じゃあということで今回ロミの2年生から使う新しい筆箱と筆箱の中身を紹介しました。本当に一目惚れしちゃって超可愛くない？マジで。みんなもね、あのもし見かけたらロミとお揃いにしてみてください。じゃあということで、またね、あの筆箱紹介とかね、あの見たいよと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ロミの SNS のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。